さあ、それでは自己紹介をお願いします。はい、ほのかに甘い果実になるから待っててぴょん、ほのぴょんワールドのお姫様、ほのぴょんこと上田口ほのかです。中学2年生の14歳です。よろしくお願いします。お願いします。あれ、ほのぴょんワールドのお姫様みたいな、そういうのあった？最初から言ってたけど付け足した最近。はい、いや、私のほのかストーリーっていうブログの中でできたんですよ。あ、そうなんだ。やっていくうちにほのぴょん、ほのぴょんワールドのお姫様。はい、コメントくれる方々が村民で、村民、あ、村村村なんだ。ちょっと規模ちっちゃい。ほのぴょんワールド、今なんか王国的なのを想像したけど村民なんだ。ほのぴょんワールドのほのぴょん村のほのぴょんの村長。村長なんだね。じゃあ、はい、お姫様じゃ嘘だ。村長とお姫様。あ、お金。はい。なるほどなるほど。あんまりいじめるなよ。そんな。まだあんまり定まってない。いいだろう別に。今後楽しみ。今後楽しみ。はい。はい、今日収録終わりましたけども。はい。感想なんか。はい。今日は、はい、美少女実験室のホラー編、はい、だったんですけど、うん、すっごい怖くて、うん、もう途中から泣いちゃって。うん、苦手なの怖いの。お化けはちょっと嫌いです。あー、じゃあホノピョンワールドにはお化けはいない？いません。お化け絶対じゃない。はい、出ないのね。まあまだ定まってない。そりゃそうだよ。的確に答えられても困るから、うん、そこはどうですか最近、あの周りの反応とかありますか？なんかお友達とかテレビ見たよとか、うんうん、録画してる子もいるし、うん、リアルタイムで見てくれてる人うん、ありがとうって。え、じゃあ学校の友達とかさ、うん、学校に来たらその話題になるの？土曜日に学校があるんですけど、うんうん、土曜日には見たよって。そうだ、次の日だもんね。あ、それサインとか書いてとかないの？ないですね。あ、ないじゃん。絶対友達いたら今のうちもらったことになるの？そうだよ、うん、言われるといいですね。サインちなみにちょっと書いてもらうってことは、ね、見たいな、うん、たくさんあります。とにかく気分によって変えるみたいなの。そうなんです。ちょっと書いてよ。だって将来的にはいっぱい書くことになるわけだから。じゃあたくさん書く、うん、何パターンか。そうそうそう、まず基本どういうのみたいな。まずハート書いて、うん、あ、ローマ字だね。おお、なるほど。 X21 も入れるんだ。これも可愛いじゃん、うん、これとは違うのがあるの？はい。で、うん、あともう一つが、うん、まずうさぎを描いて、おほのぴょんのぴょん、そうなんです、うん、でまたほのかって描いて、うん、でハート描いて、うん、ああ、なるほ なるほど。これにうさぎを足した感じだ。そうなんです。ああ、でもこっちはいっぱい描くの大変ですわね。そうだよ、うん、で、それ、ウサギ？ウサギ。だいぶ怖い感じするけど。ウサギです。確かにちょっと画力に難あり。じゃあちょっとまつげ描いて、ウサギ。ウサギそれ。耳のバランスに今注目してるから。ハートも。いや、もうどんどん分かんなくなるわ。鼻がないんじゃないの？鼻描いたらダメ。なんで？おかしな。嘘、鼻の描いてみて、うん、鼻？だってまだこれから変わるかもしれないです。鼻。ダメだよこれは。これ人みたいな。こうすればいい。あ、そうそう、これ塗っちゃえばいいんじゃないの、その黒く、うん、あれまたちょっと目と同じぐらいのデカさの。あ、そっちの方がまだね。うん。あ、これがいいかもしれない。へえ。グループ名はね、言っといた方が、うん、今後もいっぱいね、サインを求められるように、はいはい、活躍してほしいですけど、頑張ります。はい、あの、目標なんかを、うん、菊川麗さんを目標に、うん、知性のあって、うん、もうキラキラとした、うん、みんなを笑顔にできるような女優さんになりたい。はあ、なるほど。知性もあってね、はい、あ、じゃあ勉強とかも頑張んないと。そうだよ。はい、どう、頑張ってるの？今夏休み中だけど。宿題やってるじゃんと。はい。本当？はい。じゃあ、将来的にはまたいい大学入ってっていうことでしょ。だって菊川麗さんって言ったらね。いや、ほら、ホノピョンワールドと一緒でそこまでやってたらあんまり。あ、そうなんだ。まだ。うん。なんとなくだから。あ、そうなんだ、うん。でも、全部両立して頑張りたい。そうだね。まあ、知性のある女性は魅力的だからね。そうよ。やっぱ溢れるから、勝手に。うん、そうだよね。
キラキラ円満してますからね、そのまま言ってもらって、うん、頑張ってくださいと。頑張ります。はい、最後にですね、あの見てる人に一言メッセージを、はい、メッセージ、はい、メッセージ、はい、うん、村民たち、村民じゃないけど村民、はい、あ、これからもチャームポイントの笑顔を忘れずに頑張ります。よろしくお願いします。はい、はい、というわけで本日のゲストは上野口ほのかちゃんでした。バイバーイ。